すいません、言う人が前半できてなかったみたいです。

ラブレターは大塚さんな。いやビアコさんもなんかラブレターに関するお話しましょうよ。しましょう。ええー。明日佐賀県のトスへこのねいつもこのトスって読めない鳥。鳥 みたいな年 <laughs> へ試合見に行くため今日前乗りする福岡に向けて成田空港すごいねーすごいサッカーのシーズンっていつサッカーってオールシーズンやっていうんですかね一応んか野球は冬は休みって感じがするけど。 ちゃんさん、今日のテーマは、今夜の予定です,ーます。リーグ戦は終わり。コザ、休みか、メールできた、なくこの時間、コザ、何やってましたっけ 私九州に行ったことがないから九州に行きたい九州に行きたいよ私は <laughs> 一応百子さんそういう精神状態の時はめっちゃあるわかる すっごい力強いバラード歌っててもなんか力強いから声が今日は元旦決勝の天皇杯ああ簡単ね。 スポーツといったら、やっぱり駅伝じゃないですか。サッカーかー。なんかね、あのフォワードとか。ディフェンス、ディフェンス、ディフェンダー。とかもうわかんない。 昔はどっちかって言うと野球少年の方が多かった気がするけど最近はやっぱりサッカー少年の方が多いですよねとバスケ少年とかね、うん、元旦も社会人2人そうそう,そう箱根駅伝ねこっち感動する箱根駅伝

毎週金曜日サザンブリーズナイ私のコーナーは、高の題名をつけました。気まぐれ食卓応援隊。だだったかな何だったたかかなな食卓応援隊という題名で、えー、皆さんに私がまあ個人的に選んだ美味しそうな料理のレシピを紹介していくコーナーでございますよ第2回目でございます。 じゃあ今日はですね。あの冬ということで、冬が旬の食材を使った。おやつかな。おつまみかな？なんて言ったらいいんでしょうか？まあ、軽食になるようなものを紹介したいと思いまーす。さあ、今日紹介するのは大根餅です。大根餅、皆さん食べたことありますか？なんだよな？磯辺も揚げみたいな感じのうん、お餅なんですけど。 大根を使ったちょっともちもちっとした食感のおやつおつまみみたいなものでございます、えー、早速作り方いきましょうそうこのねあのいっぱい喋りすぎると大変なんですよこのジングル3分しかないんです <laughs> けどもう今2分ぐらい喋ってるのであと1分で紹介しないといけないんですけどまあ無理なので今日はねコーナー紹介も含めましたので。 はいまあ、そんなこと言ってる場合じゃないのでさっさと紹介したいと思います大根餅の作り方です、えー、まず分量からいきましょうか直径7センチサイズの大根餅4個分は大根 300g 過去大根4分の1個ぐらい片栗粉大さじ5杯小麦粉大さじ5杯サラダ油大さじ2杯お好みの量でごま油でも可能ですということです あと食べるときに味付けするんですけどその味付けはお砂糖と醤油みたいな感じで、ね、このみたらしみたいな味がいいかなと思います、えー、作り方は大根を大根おろしにしまして水をぎゅっとよく切ります 水切りをしないと粉類をかなり入れないと成形しづらくなるので、えー、水はちょっとなるべくできるだけ切るようにしてくださいただしちょっと柔らかい感じのお餅が好きな方はお好みにま応じて水分量を調整していただきたいなと思います、えー、絞った大根と小麦粉片栗粉を混ぜ合わせます 固めが良ければもう少し粉類を多くしても大丈夫でしょうつまんでみて丸い塊ができるくらいがちょうどいい感じとのことです、えー、そんな感じで丸めまして丸めてま成形しまして大根餅の素を作ります素というかね、はい、作ります、えー、作,る作ったらフライパンに大さじ2杯ぐらいのサラダ油もしくはごま油を入れ 温まってきたら先ほど作った大根餅の素を入れて蓋をして4から5分45分焼きましょう美味しそうな焼き目がついたら裏返してまた45分焼いてください、えー、焼き上がりましたら醤油と砂糖を混ぜ合わせた漬け汁で食べてみてくださいとても美味しいですよという大根餅の紹介でした <laughs> いやー私ね結構大根餅好きなんです お野菜なんでね、一応。うん、あと大根は冬の食べ物なので、ぜひ食べていただきたいなと思います。なんだおやつにしてもいいし、ちょっと晩酌のお供とかでもいいと思いますよ。で、この大根餅、ちょっとアレンジもできまして、中にキャベツを入れたり、あと桜えび、ね、入れたりして、焼いても美味しいみたいです。あとチーズとトマトソースとかケチャップで、 ピザ風にもできたりするみたいですし、ちょっと厚めに作ってお好みソースをかけてお好み焼き風とかもね、美味しいそうですよ。皆さんぜひ作ってみてください。大根餅の紹介でした。 時時刻は3時45分を回っておりますメールがね来ているみたいなので紹介していきましょうねいきますよ早速、えー、お名前 Y さんから頂い,いておりますあの Y さんです、えー、今日の今夜の予定はい <laughs> 危ない危ない Y さんの今夜の予定はご飯食べてから某事務所の事務所開きの借り付けに歌いに参る。 その後は家の片付けしたい。けど、洗濯して風呂入って寝るだけだろうな、と来ております。あと、ご飯も今日何にしよう何がいいと、コメントいただいております。やっぱね、なんかわかんないけど、私も金曜日になると、あれですよ。カレーが食べたくなります。金曜日はカレーが食べたくなります。カレーいいんじゃないですかあの、今あの、私の今の気分なんですけど、ちょっとあの、 ギリと言いますかちょっとねコロコロっとした牛肉のカレーがちょっとね食べたいかなと思います。<laughs> さあその後はお家の片づけして洗濯入ってお風呂入ってあ違う <laughs> 洗濯して <laughs> お風呂入って寝よう寝るだけかなみたいな感じのこと書いてありますけどまああのねあのこの余興がね何時に終わるか分かりませんので。 まあ時間は明日とかもありますよ。家の片づけする時間はね。うん、土日ですから、時間たっぷり使ってゆっくりしていただきたいなと思います。はいえー、っとあと2通来てるのでまた紹介しますよ。たま、チュエコザエルダスよ。今日の予定、あ、今夜の予定、那覇マラソンの練習をしようと思ったけど、左膝が少し痛むから、今日は大事をとって休み。なのでじ 仕事終わったら、速攻で家に帰って、家のみ、ハート、嘘、家のみ、カッコワと来てます。<laughs> アンド三振飛行かね。それと、半額セールはね、ユニオンは19時過ぎ、金ひでは20時過ぎ、三栄は21時過ぎに貼る確率が高いよ。あ、三栄の京塚シティは19時過ぎに貼ってたかな。プチ情報でした。じゃあ、あとからや、あと。 コメントをいただいております。エコザイルさん、ありがとうございます。あのこれ、沖縄県民にあの朗報じゃないですかちょっと今、メモった方もいるんじゃないですかもう一回いきます半額シール、ユニオンは19時過ぎ、金ひでは20時過ぎ、三栄は21時過ぎに貼る確率が高いよといただいております。<laughs> ありがとうございます。ぜひねあの、この時間帯狙っていきたいと思います。私もね、最近飲んでないかな飲みたいな。 飲みたい。今日のあのー、フェイスブックのサザンブリーズ前の投稿、ドラえもんとドラミちゃんと飲んでる風な感じで写真撮ってもらって投稿したので、あのまだ見てない方は見てみてください。めっちゃシュール。<laughs> しかもゆかりちゃんが白黒にしてくれたからめっちゃシュール。もうね、あの、寂しい人みたいになってます。<laughs> さあ、続いてのメールでーす。えー。 ラジオネームシグナスさんからいただいております。お久しぶりですね。ターマーさん、リスナーの皆さん、そしてツイキャスユーザーの皆さん、こんばんは。今日のテーマ、今夜の予定なんですけれども、僕は夕方6時過ぎから、6時から放送します、ガハハハヤイズ王国と、A ビックの A ビックリラジオの生放送を見に、FM 技能湾へ行こうかなと思っております。 その後は家に戻って、マシャさんのツイキャスの番組を見ます。それじゃあ放送終了まで頑張ってね、といただいております。ありがとうございます。金曜日のね、この時間帯のラジオ、めっちゃあの、いいですよね。仕事帰りで明日休みだし、なんかちょっとあの、生放送を見に行こうかなみたいな気分になるので、6時とか7時とか8時とかね、うら、ん、羨ましいなと思ってます。<laughs> えー、シグナスさん、コメントありがとうございますあ。メールですね。ありがとうございます。あと、なんかね、い,いっぱいね、コメント、ツイキャスのコメント来てるので、ちょっと頑張ってね、紹介したいと思います。どっからやってないかなあのー、ミッキーさん、お久しぶりでツイキャス来ていただいております。生きてました。東京のミッキーでーす。と。えっ、ー、とー、明日佐賀県の鳥栖へ試合を見に行くため、 前乗りするらしいですよ、今夜から。福岡に向けて成田空港あ、うん、福岡に向けて成田空港に向かってますと、今の予定ですね、はい。ありがとうございます。そしてそうそうそう、この、ね、スポーツの話、ちょっと CM とか曲中にしてたんですけど、やっぱ元旦、あこのトスのサッカーの試合が元旦決勝。 の天皇元旦に決勝戦がある天皇杯のまあ今あ、リーグ中なのかなを見に行くということでそ、うそうそう元旦といえば私は思い浮かぶのはやっぱ駅伝ですねっていう話をしてたんですけどそ、うそうそう駅伝もいいですね。元旦は社会人駅伝、2日と3日は箱根駅伝。もうね、いろんなドラマがありますから、駅伝も,も。見てるだけでね。 一年分の、なんだ、この爽やかさを皆さんにいただいたような気がします <laughs>。さあ、そしてあの、コーナーで、私、あの、先週つ間に合わなかったんですけど、今日、今朝頑張って、あの、一人、B スタジオにこもって、作った、あの、ジングルをね、流したんですけど、皆さん、あの、このジングルを聞いて、なんか、 私がサザンブリーズを一人でやるようになってからやる気満々になったんだな、みたいな感じのコメントをいただいてるんですけど。<laughs> いやいや、そんなことないんですよ。そんなことない。私はね、あのー、そんな一人でやるからちょっと気合い入れてるとかそういうわけじゃないんですよ。ほんともともとコーナーがあるので、 あの今まで金曜日コーナーを設けてなかったのでねあのジングルとか作ってなかったんですけどコーナーを設けたのでジングル作ろうかなと思ってやっておりますそしてライアンさん今ねあのコーナーで大根餅の紹介したんですけど大根餅好きとコメントをいただいておりますありがとうございますそう私も好きなんです大根餅誰か、あのー、今夜作って私のおうちに ビールと共に届けていただきたいなと、<laughs> 思いますいや。大根ね、高いからね。<laughs> そう、あの私、もう一人暮らしなので、大根一本とかなかなかね、買ってもね、食べきれなくて。だから大根買うのって結構勇気いるんですよね。まあでも大根買ったら鍋もできるし、スープもできるし、このや大根餅もできるし、まあ、いろいろ使い道はあるんですけど、 まあまあうんなかなかこう買うに至らない <laughs> とでもねこの話してたら大根餅食べたくなってきたのでぜひぜひ皆さんも作ってみていただきたいなと思いますまたあのこの料理のレシピを紹介するコーナーでは皆様からのなんかおすすめレシピとかオリジナルレシピとかもこう募集してそれをね 皆さんに発表したいと思いますので、ぜひそんなオリジナルレシピとか、オリジナル料理とかね、そういうのがあったら教えていただきたいなと思います。沖縄料理の作り方とか、そんなもいいですね。うん、さあ、そしてミッキーさん、大根餅の話。ターマーの二の腕くらいのもちもち感でいいかなと来ておりますが、いいんじゃないですか。私の二の腕触ったことあります。<laughs> まあ、よく料理とかで言うのはなんか耳たぶくらいの硬さとかねそんな感じでよく言いますけど、うん、まあまあまあ、うん、まあまあまあ,あのミッキーさんは結構あの細身な方なのであのご自分の二の腕ではもちもち感が足りなさそうですね <laughs> 私の二の腕のもちもち感を想像しつつ作っていただけたらありがたいかなと思います さあ、そして、もうあと1分ぐらいしかないので、最後にね、もう1個、あの、大事なお知らせがあったので、紹介したいと思います。えー、っと、地域交流カフェのお知らせです。宜野湾市と社会福祉協議会が地域交流カフェを開催しております。地域交流カフェとは、地域社会の課題解決のため、市民、自治会、市民団体、企業、 行政などが集まって意見交換や情報交換をする場所です。安心して暮らせる地域づくりのため何が求められているのか自分に何ができるのかをみんなで一緒に考えませんか ?11 月中の毎週月曜日午後6時30分から午後8時30分まで開催しております。興味がある方ならどなたでも無料で参加できます。 次回はですね、来週月曜日、11月14日、えー、場所が愛知区公民館で開催されます。11月14日、愛知区公民館で開催されます。ぜひお誘い合わせの上ご来場ください。とのことです。あ、やばい。あと10秒しかない。えー、今日も1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いしましょう。サザンブリーズをお届けしました。さよなら。

リスナーさんのコメントを確実に読み上げるようにすれば z u i c a リスナーさん増えると思うよもちろん玉木ちゃんの愛想笑い付きやで愛想笑いでいいですか <laughs> いやいやいや愛想笑いでいいんですかめっちゃトイレ行きたいマジガチ